JR 鶴見線、南武線、青梅線、五日市線、それらの路線は現在 JR 東日本によって運営されています。 JR より前は国鉄の路線でした。しかしさらに遡ると鶴見臨港鉄道、南武志鉄道、青梅電気鉄道、五日市鉄道、奥多摩電気鉄道という私鉄により運営されていたのです。それらの私鉄は戦前から戦時にかけて、いわゆる大東急のように合併する計画となっていました。合併後の会社名称は関東電気鉄道、川崎市、東京の多摩地域一帯に路線を張り巡らせ、沿線は発展していきましたとなれば良いのですが、しかし現実にはそんな私鉄は存在しませんでした。今回は幻の私鉄関東電気鉄道に関するお話です。関東電気鉄道になる予定であった路線は今の鶴見線、南武線、支線を含む青梅線、五日市線です。鶴見線は川崎市の工業地帯を走る路線で、利用者の大半はラッシュ時に集中しているのが特徴の一つとなっています。国鉄末期には国鉄の数少ない黒字路線でした。南武線は川崎市を東西に走る唯一の路線であり、東京の多摩地域を走り立川までです。運賃高い遅い混雑するというのが利用者から南武線へのイメージであり、一般の利用者からも避けられている路線です。国鉄末期は数少ない黒字路線でした。青梅線は東京の多摩地域の中心、立川から多摩地域を走り抜け奥多摩まで至る路線です。青梅から先は多摩川の渓谷に沿って走る景色の良い路線です。五日市線は青梅線の拝島から分岐し武蔵五日市まで至る路線です。鉄道では行けませんが、武蔵五日市からさらに先に行くと東京都本土での唯一の村、檜原村へとバスで行けます。戦術のように戦前は鶴見臨港鉄道、南武志鉄道、青梅電気鉄道、五日市鉄道、奥多摩電気鉄道という私鉄によって運営されていました。成り立ちはそれぞれ異なりますが、時代が戦争へと向かう中、いわば大東急のように各社がそれぞれ合併する計画へと至りました。しかし時代が戦争へと傾く中、国により買収されることになりました。これは非常に低い金額でその路線を買収するというもので、買収に応じない場合は非国民として扱われるというものです。その時代だから許されたことで、本来あってはならないことと言えます。時代は戦後へとなりましたが、一部では買い戻しの話もあったものの、諸事情により実現しませんでした。会社自体は他の事業により存続しています。ではもし関東電気鉄道となっていたらどうなっていたのか、簡単に見ていきます。もしもという話をするもはあまり良いことではありませんが、少しだけ考えてみたいと思います。私鉄というのはただひとえに鉄道を営業するのではなく、その沿線地域の不動産、バス、スーパーなどの事業も一緒に行い、沿線地域を共に発展させていく役割があります。つまりその沿線地域を主体に独特の営業圏を作り、ゼロゼロ鉄道の世界とも呼ばれるほどその沿線地域に馴染んだものとなります。関東電気鉄道は川崎市ほぼ全域、東京の多摩地域の西側をほぼ全域カバーしていたと思われ、沿線環境は今よりも上品であるなど良いイメージだったと思われます。路線規模から準大手私鉄か大手私鉄になっていたとも思われます。特に一私鉄の重要な駅として発展していたと思われる駅に浜川崎、拝島、青梅、御嶽、奥多摩などが考えられます。都心にターミナルを持たないため、川崎や浜川崎を重要な起点とし、川崎市自体が奥多摩などとつながるため、多摩地域との結びつきが現実よりもはるかに強かったと思われます。現在は観光地としてはどうしても箱根や秩父などに劣ってしまっている奥多摩近辺は、関東電気鉄道沿線の一大観光地として力が注がれ、奥多摩近辺、多摩地域西部は現実とは全く違う世界になっていたと思われます。沿線の住宅地も関東電気鉄道ブランドとして発展し、他の私鉄と交わる箇所など全く違った世界になっていたと思われます。私鉄は一つの鉄道会社として新技術の開発も行っており、例えば小田急電鉄は画期的高速電車を開発して新幹線の開発にも役立ちました。関東電気鉄道も何か鉄道界に残すことを行っていれば、日本国内の鉄道、強いては日本自体がより良くなっていたかもしれません。ここまでもしもという話になってしまいましたが、この鉄道を買収したのは国であり、買収した結果
結果的に日本国の発展を妨げてしまった感がを感じていられません。現在はすべて JR 東日本によって運営されています。どの路線もやろうとも思えばできるということが多く、何かもったいない感じがしてなりません。鶴見線、南武志線へは燃料電池試験車の導入が決まっています。南武線はライバル化開く川崎市内を都在に移動するには南武線しかなく、利用者は仕方なく乗っている。一方で JR 東日本はほっといても客が乗ってくれるという風に上から目線であり、先ほどのように運賃高い遅い混雑するということから、川崎市を中心に避けられているのが現状といえます。座席指定列車や青梅線直通列車、快速のみ増結、優等列車の多角化などやろうと思えば改善はできますが、 JR 東日本にはもう期待できません。青梅線は景色の良いところを走っているのに定期観光列車がなく、せめてクロスシートの車両が欲しいという一般の利用者からの声も聞きます。ただひとえに列車を走らせているというのが現状であり、平日の日中時間帯には減便が行われるなど、もったいないの一言だと思います。五日市線も同様です。かなり皮肉が入ってしまいましたが、今後少しでも良くなってほしいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。